2006年にテレビアニメとして放送された大人気コミックスの映像化作品ブラックラグーン、その続編となる最新作が OVA シリーズとなってブルーレイと DVD でリリース決定。ブラックラグーンブラッドトレイル。今回の OVA シリーズでは原作コミックでも人気の高いロベルタの復讐劇を完全アニメ化。東京からラグーン商会の拠点であるロアナプラに戻ったレビーとロック、そんな彼らのもとにロベルタが再びロアナプラに潜入したという不穏な情報が飛び込んでくる。しかしレビーとロックが目撃したのはロベルタではなく別のメイドファビオラだった。新キャラクターも登場する最新作ブラックラグーンブラッドトレイルの第1巻は7月17日に発売決定。ブルーレイの初回版には原作の広井霊先生書き下ろしの特製スリーブに加え、新オープニングテーマや劇版を収録したオリジナルサウンドトラック CD が同梱されています。